ダウンドッグ、アップドッグです。腕立ての姿勢からお腹、胸周り、首と伸ばしていきます。次に腕の間に頭を入れて背中をまっすぐに、お尻を高く上げていきます。この動作を繰り返し行ってみてください。ハイプランクショルダータップです。腕立ての姿勢から左右の肩を交互に触っていきます。右手で左の肩を、左手の右の肩を触りに行きましょう。この時に体幹やお尻の位置がずれないよう、手だけが床から離れるようにやってみましょう。ハイプランク、アンクルタッチです。腕立ての姿勢から左右交互に右左の外くるぶしを触りに行きます。右手で左の外くるぶし、左手で右の外くるぶしを触りに行ってください。この時に背中、お尻、ハムストリングのストレッチ感を感じてみてください。ハイプランク T ツイストです。腕立ての姿勢からショルダータイプの流れで、手、肩、指先が一直線に伸びるように体を動かしていきます。左右交互に手のひら、肩、指先と伸ばしていきましょう。ハイプランク、クロスクライマーです。腕立ての姿勢から膝を肘に近づける動作を繰り返していきます。右膝を左の肘に、左膝を右の肘に交互に近づけていきましょう。この時に頭、背中、腰の位置が崩れないよう、体幹はキープした状態で股関節から大きく動かしてみましょう。2セット目です。1セット目よりも姿勢を意識して丁寧に動作を行ってみましょう。頑張りましょう。